ハイプレボールドマヤ球人です。パリーグナンバーワンスケットにまさかのアタックへ、西武がレイエス獲得調査ということでございまして、はい、まあね、もう残すところ今シーズンあと1試合というところになっている西武でございます。まあなかなかね、今季は勝てずに苦しんでいて、監督もね、松井さんから渡辺 GM 代行に、でそのね、渡辺 GM 代行も今シーズン限りで退任、西口新監督になるというところがね、もう規定路線でございます。でそういった中、スケット補強というところ、ここがね、非常に大事になってくるんじゃないかというところでありましたが、まあどうやら日本ハムのフランミルレース彼をね、調査しているんじゃないかという報道が出ております。まあレイエスに関してはね、残留決定的かという報道も出ておりましたが、まあただそこからね、2点3点しているっていうところもありまして、まあちょっとどうなるか分かんない状況、マネーゲームにはなるんでしょうが、もし取れればね、これほど頼もしい戦力はないというところになっております。で一方で、今シーズンね、怪我であまり出れていなかったアギラ、まあ彼にもね、来季の契約交渉するんじゃないかっていうね、話も出ておりますんで、まあ後半はその辺も触れながらいろいろね、見ていきたいと思いますが、まずは記事から見ていきましょう。はい、西武が日本ハムレースを獲得調査、借金42でダントツ最下位の西武が強い獅子の復活へ早くも動く、来季の助っ人を落として現在日本ハムでプレーしているフランビルレース外野手の獲得調査に本腰を入れることがよく分かった。長年にわたって球団の中枢を担った渡辺久信 GM 兼監督代行の対談と、西口文也ファーム監督の来季自軍監督就任も決定的、生まれ変わる西武、戦力補強にも全力を注いでいく、上昇軍団を目指す西武にとって悪夢のようなシーズンもあと1試合を残すとみ、再建には3-4年、下手をしたらもっとかかるのではとの球団内の声もある。それでも本拠地の観客増員は毎年前年比増、ファンの期待は裏切れない、シーズンが終わればすぐ強い獅子の復活へ動き出す、新生ライオンズの第一歩として来季の4番候補にレースの獲得調査に本腰を入れる方針であることが西武球団関係者の話で分かった。パニーに躍進の日本ハムで助っ人打者の果たした役割は大きく、特に打率2割8分5厘、25本塁打64打点は明るいキャラも含め貢献度は大きい。日本ハム側は今季推定年俸1億円プラス出来高からのアップと複数年契約を停止、シーズン中から水面下で交渉中、西武もその存在に強い関心を寄せ、日本ハムの全日程終了後に本格的に動く構えだということになっております。というわけで、日刊スポーツからね、一部記事を引用しているわけでございますが、まあ、こういったね、話が出てきているということでございます。まあやはりレースね、後半戦からえげつないね、活躍を残しているバッターでございまして、まあ日本ハムのね、2位躍進に間違いなくね、貢献していた助っ人かなというところでございます。まあやはり西武からすればね、欲しい選手かなというところでございますが、まあただ当然ね、日本ハムも残留交渉というところを行っておりますし、複数年契約を提示したとね、報道もあります。まあ資金力的にはエスコになってかなり潤っているっていうね、話もある日本ハムとこうやり合うっていうのはですね、まあどうなのかなっていうところもありますが、まあでもね、取れれば間違いなく貧打解消につながってくるっていうところはありますんで、まあ西武ファンからすればね、期待したいところでもありますが、まあでは改めてフランビルレース、どういう選手かっていうところしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。フランミルレース、来日1年目、出身地はドミニカ、1995年7月7日生まれ、29歳、195センチ120キロ、ポジションは外野ファースト、右投げ右打ち、2010年アマチュア FA で MLB 入り、今季の年俸は約1億円プラス出来高、2018年にパドレスで MLB デビュー、翌年の2019年にはガーディアンズにトレード移籍し、計37ホーマー、さらに21年には30ホーマーをマーク、しかし一昨年は不振に陥り、8月にはカブスへ移籍、その後 FA となり、さっきはロイヤルズとマイナー契約を結ぶと開幕ロースターを掴んだものの、結果を残せずDFA となるとナショナルズへ移籍も MLB でプレーとはならず、それでもドミニカウィンターリーグで活躍を見せると、1月8日に日本ハムと契約合意が発表されていたというところでございます。はい、このフランミルレース、 MLB の通算はですね、548試合で2割4分9厘、468安打、108ホーマー、オフィスレで774と、まあメジャーで100ホーマー以上のね、実績を持っている選手でございます。まあただ去年はね、メジャーで19試合1割8分6厘、59打数11安打2ホーマー、オフィスレで519と、まあなかなかメジャーではね、活躍できなかったというところはありました。まあそれでもオフのドミニカウィンターリーグ、ここで42試合2割9分6厘、45安打9ホーマー、オフィス0.899と、まあ打点のね、ドミニカウィンターリーグで圧倒的な成績を残して、日本ハムが獲得。まあ、NPB 複数球団が動いたっていうところもね、言われておりますが、まあ結局ね、日本ハムにというところでございました。まあただね、オープン戦では16試合1割7分8厘、45打数8安打、オフィス0.502と、オープン戦ではそこまで活躍というわけにはいかなかったんですが、まあそれでもね、新助っ人として取ってきたというところもあったんで、開幕は1軍スタート。まあではですね、今シーズンここまでの成績かというところで見ていきましょう。
はい、では今季の成績ですね、見ていきましょう。レース今シーズン1軍打撃成績見ていくと、3月4月は61打数で9安打2ホーマー、打率が1割のアブ、オーペスが 0.599 という成績になっております。まあ開幕地はね、あまり結果っていうのが残せず低打率に苦しんでいた印象。まあただ5月はね、18打数の6安打、打率3割3分3厘、オーペス 0.757 と、まあ5月に入ってからはね、しっかりと対応を見せておりましたが、まあただこの辺りで登録抹消。まあそれでもまたね、6月に上がってきて36打数の8安打2ホーマー、打率2割2分2厘、長打率が5割、オービス 0.763 と、まあ、交流戦がねあったっていうところもございましたんで、あまりね守備につけないレースは2軍で調整しておりましたが、まあ圧倒的なね成績を残して再び1軍昇格、またね DH が使えるっていうところもあって、徐々にまた出番っていうのが増えてきておりました。で7月は61打数で10安打4ホーマー、打率が2割4分6厘、オービス 0.789 と、まあしっかりとね出番っていうのが増えていくと結果もついてきておりまして、まあこの月は4ホーマー、オービスもね 0.7 後半と、まあかなり対応がねできてきておりました。まあただですね、驚きは8月77打数で31安打8ホーマー、打率が4割3厘、オービス 1.208 と、まあこの8月はね本当に無双級の活躍、まあホームランは8本打っておりまして、打率も4割超え、長打率は7割台後半で、オービスは 1.2 台と、まあちょっとですねとんでもない活躍っていうところもありまして、もう完全にね日本野球に対応、まあ8月と月間 MVP っていうところもね受賞というところになっておりました。でこのね活躍っていうのは8月にとどまらず、9月以降も90打数の28安打9ホーマー、打率が3割1分1厘、長打率が6割4分4厘で、オービス 1.018 と、まあ、9月以降もね安定して打ち続けておりまして、打率3割超え、オービスも 1.0 をね超えているというところではございますんで、もうずっとね夏場以降っていうのは好調がついているというところが見えております。で計見ていくと、335打数で97安打25ホーマー、打率が2割9分、オービス 0.912、まあ、規定にはね立ってはいないんですが、パリーグでは近藤選手に次ぐ2相当の OPS をね現在記録しております。まあやっぱね出ていなかった時期っていうところもありましたし、規定にはね届かないんですが、まあそれでも25ホーマー放っておりますし、まあ OPS で言うと近藤選手に次ぐね成績っていうところもありますんで、まあやはりとんでもなく打ってるっていうのがわかります。でパリーグの助っ人野手のウォーで言ってもね、まあほぼね DH 戦っていうところもありますが、圧倒的1位というところもありますんで、まあ間違いなく今ねパリーグで一番活躍している助っ人野手と言っていいんじゃないかなというふうに思います。でそんなねレース今回ね西武が獲得調査、まあ残留がどうなってくるかっていうところがね2点3点している助っ人でございますんで、まあそこにねこういった話が上がってきたというところで、まあちょっとねいろいろパリーグ界隈がざわざわしているというところになっております。まあではねそんな西武の助っ人事情ですね、まあ今現在ねどんな感じなのかっていうところを見ていきましょう。はい、では西武の助っ人ですね見ていきましょう。西武今季試合が助っ人ピッチャーですね3選手いまして、ボータガシが33登板 72.2 イニング2勝9敗7ホールド防御率 3.22、まあ、先発リリーフねやったりしておりましたが、内野9敗してしまっております。まあ去就の方は不明、ヤンが37登板で37イニング2ホールド防御率 5.58、 KBB が 1.84 と、まあ球威はね抜群のヤン、まあただやっぱね安定感っていうのがなく、彼も去就は不明。ダブレイユが52登板49イニング2勝5敗11ホールド28セーブ防御率 2.39 と、しっかりとね抑えとして働いてくれたアブレイユ、まあ、彼に対して西武はね残留交渉を行うというところがね報じられております。で一方野手はねアギラ124打席で23打2ホーマー、打率2割4厘、オービス 0.575、まあ、怪我もありまして今シーズンねあまり出れていないっていうところはありましたが、まあ、ただどうやらね球団は残留交渉を行うんじゃないかという報道が出ております。でまあこれがちょっとねどうなんだっていうのは言われてますよね。でコルデロが73打席で打率が1割2分9厘で、ガルシアが69打席で打率1割3分1厘ということになっております。まあなんで西武ね助っ人アブレイユとアゲラーに残留交渉を行うというね報道は出ているんですが、まあそれ以外はね特に不透明ということになっております。でやはりね気になるところで言うとアギラーっていうところでもありますし、まあ彼とね残留交渉するというところでございます。でちょっとね今シーズン絶望になった時も、渡辺監督兼ジムは守備もいいので回復状況によっては戦力になる状況を見て状態を見て再契約するか検討するというところを言っておりましたんで、まあ、もしかしたらそういう話もあるんじゃないかっていうねとこではあったんですが、まあ今回ねなんかそういう感じになりそうなところになっております。でこれに関してはまあおそらくねアギラー今年2億円超えのね年俸ってところでございますが、まあこの辺はある程度減俸でコストを抑えつつ、レースなどの本命助っ人にこうリソースをねつぎ込むための布石なんじゃないかっていうのは、まあなんとなく想像はできますよね。まあやはりねアギラーこのまま帰ってしまえば2億円以上払って働いてくれなかった
ったっていうところもありますが、まあただかなり安くねアギラーと契約してしまえば、まあ実質ね2年契約で1年単位の年俸も低くなるというところでございますんで、まあ他球団でもやったりする契約でございますが、まあそういった形で失踪を抑えて、まあ本命助っ人にしっかりお金を使うっていうところなのかなっていうのはね、なんとなく予想はできますが、まあただとはいえね、年齢も年齢ですし、アギラーのゴステなればどうなのっていう声がおそらくね大半だと思いますんで、まあどうなってくるかっていうところもありますが、まあその辺含めて今後ね野手の補強っていうところ、まあ本当にレースに動いてくるのか、まあアギラーとね再契約するのかっていうところもそうですが、まあ注目かなというふうに思います。はい、では今日は以上ですね。最後ネットで反応を見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。高年俸組が揃って引退してマネーゲームなら勝負できるから西武レースは割と現実的な気がするということで、まあそうですね、西武に関しては今シーズンまあ非常にね苦しんでいたっていうところもあったんですが、ただねそういった中で引退する選手っていうのも結構ね大物がおりまして、まあ一番ね年俸が高いのが増田選手、まあ、今シーズン2億4000万円もらっていた彼が引退、まあさらに年俸7000万円の金子選手、この辺もね引退しております。まああとは川柳界の選手とか合わせていくと、まあ、4億円近いねお金は浮く計算になります。でここからプラスアルファ実績組の減俸等もあるとは思いますし、まあ、確かに結構なねお金は浮くんじゃないかなというふうに思います。まあもしかしたらね今井選手あたりがポスティングなんて話も出てきてもおかしくはないんで、まあ、その辺考えていくとね、まあ、しっかりお金を捻出できる可能性はなくはないのかなというところはあります。まあ実際西武ね出すときは出すというか、まあ、過去にメヒアに複数年で5億円近いね契約を出していたこともあるんで、まあ、それに近い契約を出してくれば賞賛はねないわけではないのかなと。まあ実際レースもねなんか残留報道があってから変なね感じではありますし、まあもっといい契約を取りたくていろいろね動いている感じもなくはありません。まあ結果ねどうなってくるかっていうのは分かんないんですが、まあやはりね同じリーグからこれだけの選手を取れればこうまたガラッとね勢力図っていうのも変わってきておかしくはありませんので、まあ両球団ね必死になってくるんじゃないかなというふうに思いますし、まあもっと言うとね他の球団も入ってきて、まあさらなる争奪戦になってくる可能性もねないわけではないんで、まあその辺非常に注目かなってところでもございますが、で一方こちら見ていきましょう。西武さんアギラー残留交渉よりフォードの獲得調査とか取得けよということで、はい、でまあ今回アギラーの残留交渉の話が出てきておりまして、まあおそらくねかなりの減俸の分であれば残ってもっていうところだとは思うんですよね。まあただやはりそうであっても年齢的なことを考えても、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうところはあります。まあしっかりね離脱するまで打っていればあれではございますが、まあ別に打っているわけでもなかったんで、そういうところを考えると違うところに行った方がいいのかなと。でいい選手がいないんじゃないかっていうところもね言われてはいるんですが、まあそれであればね DeNA のフォード、まあ彼なんてね今シーズンのオフフリーになる可能性も結構高いんじゃないかっていう選手でございますし、まあ結局1軍での出番というのはそこまでなく、2軍戦では低打率でホームランを連発、まあそこまでねめちゃくちゃ打っているわけではないんですが、まあファームの優勝決定戦ではまあ見事ね2本のホームランを放って2軍の日本一に貢献、まあファームのね日本一決定戦まで出てくれているだけのねこう勤勉さっていうところはありますし、まあそういうところで言うとね、まあちょうどファーストの助っ人であれば、まあアギラよりからに行った方がいいんじゃないかっていうところもありますが、まあその辺に関してはねいろいろ年俸等のあれがあるんでしょうが、まあでもやっぱね西武ファンからすれば、まあ、アギラ残留っていうところはまあやはりね否定派の方が圧倒的に多いような感じはいたしますし、まあそれは当然だなっていうふうには思いますが、まあ本当にねアギラ残留になるのかどうか、まあもしかしたらねレース取りよりアギラが残るかどうかの方が注目なのかもしれません。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。